どうも、こんにちは。アランドラ続きやっていきたいと思います。でも前回ですよね。前回ですわね。はい、まあ、前回は、アランドラのことをね、まあ悪魔だと、災害、お前がここに来たから、こうなっちまったんだとね、言っていたゴーセルがね、悪魔に取り憑かれて、まあそいつを助けましたと。で、今から、まあお袋のとこ、洞窟、ひび割れてるからみたいな感じで、なんかノリでぶち壊したら、さらに奥が空いていたので、そこに行きたいと思います。というかね、セーブした時のタイトルがね、お袋の洞窟だったんで、もう十中八九そこでしょう。行きましょう。はい。じゃあ、ここですね。チェインスローで壊しちゃったんで。よっしゃ、行くぞ、お袋の内部。ちょっと、スチルエッジ変えとくか。こいつらが当たり前になったよ。これね、いや、ちゃんとあるかな、これ。あれ?マジか、高さが変わっちゃった。やってしまったな。よし、こっちか。はいはいはい。え?ん?爆弾?違う。あの火が怪しいな。この日なんかできないか、うまいこと。ん?あ、これ、持てる。あ、持てる。オッケーオッケー。これで燃やすんだ。はい。よしよしよし。今回は、草を火で除外していくっていう、あれかな?ギミックが多いのかな?よし。セーブが、早速あるよ。早いね。よし。じゃあしとくか、セーブ。降りて大丈夫だよ。あ、戻れない。いや、散ったか、これ。まあ、いいや。ストでセーブしたんで、進んでいきますか。まあ、進むしかないね。あ、ある。ハンター棒を使えと言わんばかりの場所があると。ここ当たるか。ほい。あ、そっちなんだ。はしごが。で、ワープするしかないか?してみるか。どこ?なに?気持ち悪い。やべえ。寄生してやがる、こいつ。あ、でも倒せるな。特になんか普通に何事もなく倒せるけど。なんだこいつがやってんの、わかんねえ。なんかめちゃくちゃ出てくるな。こいつが出してると思えば確かにって感じだ。よし、踏み落としてたのかな。まあよかった。あ、でも影の敵がいないだけでだいぶ気持ち的には楽だ。いって。これはハンターボのいいか。いや、ここから。待てよ。ここからやったらもう。うん、チェーンソーでいいんじゃない?よし。あ、だからもう、いいね。出てください。はい、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 オッケー。もう集めたギルダもあんま使うことないよね。言ったそばからだ。1000ギルダ。どんだけ使ってないんだ。命の器もね、買っちゃったからな、もう。これ届かなさそう。あ、届く。ギルダ。ここギルダしか手に入んないのか?今回チェーンスローの方がいいね、圧倒的に。これ何?うわ。だろうなと思ったけど、十字キーでやるんだろうなと思ったけど、きついな。意外、これ距離感わからん中でこれやるのは結構きついぞ。はい。よし、オッケー。針?針出るじゃん、これ。出ないの?出るじゃん。ふざけんなよ。ふざけんなー。
分あれは戻るために必要な場所で。関係なさ。大丈夫か？なんとかして、こいつを、取らないとな。届かん。バカじゃないの？お、危ねえ。これでいけるやろ。嘘？無理？あ、いけた。お前せ！よし。こことも先手いけんだよな。重ね合わせるみたいな。嘘でしょ？無駄だ。熱っ。ここ当たんないか。あ、よし。ん？どういうことだ？いや、これ持っては上がれないでしょ。嘘、跳ね返った。いや、分かったよ。こうやって一個ずつ持ち上げていくんだろ、これ。ほい。よし。手間ね。先に宝箱から取るか。届くよね。届かないのかな？どうなってんだこれ。あ、届かないな、これ。はい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 。なるほど。いた！鍵だ！よっしゃ！どこの鍵だ、これ。ここだ。よし、オッケー。いやー、いや、嫌なやついる。誰だ？なんでそいつ出すのよ。ダメだよ。結構、あれだな、火をつけないといけないところがあるな。よっしゃ。取ろう、あれ。よし。よっしゃ。お？あれはいけるなってんのか、ちゃんと。一応下がってね、高さが。あ、もういけるわ、ちゃんと。うい。え、いけないじゃん。そういうことか。ミスだ。入れ替えんのか。あれ？どこだ？この辺なんだ。はい。うわ！戻らなきゃ。どうやって？いや、戻れんけど。待てよ。いや、マジ？これ、え？嘘よ。え？どうやって？はい。はい。こういうことだ。いや、めんどくさ、これ。で、降りて、よいしょ。よいしょ。え！え、違うの、これ。いやー、無理だ。違うの、これ。どうすんだ？火炎の書か？一応。入りやすくしとこう。知ってきんかと忘れてた。よし。この爆発はきついんだよな。で、こっから乗るのか。はい。うわ、樽ある。まあまあまあ、はい、こっち行こう。行けるのかな。嫌だなぁ、なんか怪しいぞ。行くけどね。何？ここ。宝箱ある。うまいこと決めろってこと？泳がずに、端を通って。おっしゃ。鍵だ。結構簡単に手に入ったな。俺これ食らっても死なないよね。ほら。あくまで、
多分火が消えるだけなんだろうな。何してんだよお前らで、カゴメカゴメしてんの怖すぎ。笑った道な、なんか一本道だな。よくそうでけえ、ありがとう。うわー、よしよし、危ねえ、怖い。誰やお前、いや優しい、ここここの敵優しくていい。一応避けつつ、よし一発で倒せる、一発で倒せるのマジでいい。いた、あそんな強くない、避けるな。うわ世話しないこいつ。は段差があるだ、こんなのある。ピン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 、オッケー、んでなんだあれ、帰り道か、帰り道用のスイッチか。大爆発じゃん、逃げろ逃げろ。一旦なかったことにして、危ない、オッケー、軽く、やばすぎる。いた、で届くのそれ、ふざけろ。いけるやろ、わー逃げるね、うい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 、よし倒すと降りてくるんだ。あーで踏んでる間だけつくのかな。あ？あ、鍵だ、ここ。何にここ。久々じゃん。わかった、これ。火燃えるだろ、これ。ははは。なるほどね。あ、ここはでも、やんのか。とりあえずいらんやつとかして。こっちこっち。よ、どこ？こっち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 、こっちやって、上上上上向けって、上ほほほほほ、よーし、お役ごめんなお前は。これ全部倒して あれか、次はよし、オッケー、はい、めんどくさいわね、やばい伸びる、体力がない体力がない、やばいまずすぎる、いっアップデン回復するか。いや本当はね回復したいやつあったのよ、これで回復しようみたいな。あの水流でしょ、あれバリアと回復するからあれでよかったんだけど、間違い使っちゃった。2個ある、こっから行こう、熱っ、広がるな。でほらよし、なんかめっちゃさ多いな、普通に行けるやん、なんかある、こっち普通に行けるだけじゃダメか、これさすがに。何？バカバカ、いた、宝箱だ、鍵？ほ、まあ同じだよな、いって、え？
そこあんのかよ。やだな、これ難しい。はい、戻ります。でも燃やしてるからもういけると。あれ、このワープなんだ。あれ、宝箱だけ。なんでだよ、こっちに鍵じゃない。え、は、飛んでけってこと。いけんのこれ。ふぅふぅ、よし、回復、回復くれ、回復をくれ、くれよ、回復。ないじゃない、一個もないじゃない、鍵。よし、これが鍵で開くとか重いよな。誰だ、敵による。いや、これはラッキーだ。やばい、よし、勝ち、勝ち。こっ、最後チラシ寿司がきついんだな。痛い、チラスだ、肉体を。あ、なんかいるぞ。こう、気のせいか、なんか揺らめきに見えるんだけど。うえー、どうやってよ。無理じゃん、こんな。どうすんの。え、そらそうよ。あー、爆弾間に合ったこれ。よし、うそ、奥行きすぎてダメとかあんの。よかった。ちょっと待って、なんか嫌な音した。復活してんじゃないか。まあいいんだけど、復活しようが、してまいが。よし、マジカルエキス使うか。これ戻れたとか、え、どこ？あ、見たことある場所か、これ。穴開いた。何ここ、でも。ん？なんだ？あ！どこだ？あ、ここか！はいー！やべえ、嬉しい！戻れた！回復します！長い一本道だ。やっとこさやな。とか、あっこが開くんだ。ぐるーっと待って、あっこ開けるためにずーっとやってたんだ。長いよ。何？まんじ？何のことやってんだ、これ。わからん。ちょっとギミックを全部見たいな。どこに行くべき何なのかがわからんな。でも何もないよ。右と左に道があるけど、レバーが動かない。レバーが動かない。全部動かないのか、これ。全部動かないな。じゃ、行くしかねえのか。ここ道あるないよね。じゃあ、ここ行くか。ん？なんだ？なんだ？あ、マップか、これ。これ、同じ形だな、真ん中にあるやつと。まあ、行ってみるか。近いとこから。ね、もしかしてこれ4つのダンジョンを全部クリアしないとダメ的なやつかな。ただじゃ相当難しいけど、これ嫌だよこれ。うわ、もう嫌な。俺は乗れねえの。お前ら乗れるのか。何ここ、読みたい。あたりが暗いため文字を読むことができない。え、火、火をつけろとか。はい、全部つけないといけないのか。4つあったっけ。あるな。やめて、呼吸をと。おら、燃えろ。よし、ほい、オッケー、あと1個。いや、なんか結構密集してるけど、まばらに散らしてはいいんじゃないの。あたりが暗いためって、ここだけ明るくなるけど。オッケー、あ、めっちゃ明るくなった。押したい。変わんねえじゃないか。なんも。
帰ろう。何かを下に行くんだ。何かを下に行くのか、レバーを下に向けるのかがわからんの。それで1個目クリア。よっしゃー、パンパンパン、右、左、上、よし、おう。これ降りてみる。降りたらさっきのとこ戻るよね、ちゃんと。オッケーオッケー。こっちは？こっち行ってないよな。こっちは何？宝箱があるだけか。おい。おぉ、連鎖連鎖連鎖。気持ちいい。うわぁ、マジカレックス。使えってこと？成功方面戻るのはしんどいからな。使おう。よし。で、いた。うわ、キュアエール！嬉しみ。いや、トリック忘れてたからね。取れてよかったよ。はいはいはい。なんですか、これ。エルポーション？うわー、エルポーションか。エルポーション使うか。1だけのために。はい。こう右と左にあるやつはちょっと気になるけどね。ちょっと見てみよう。もしかしたらなんかあるかも。ほい。ないか。左も見とく、一応。なんかあったら嬉しいけどな。宝箱があるようには見えんけど。やっぱ、火でね、ちゃんと、こいつら、燃えてくれるね。火の武器欲しいな。そうなると。おい。ないか。はいはいはい。こっちアイテムエリアだったね。よし！もう気にすることはない。行くぜ。ボスへ近づいてんのかな？嘘だろ？そんな早いとは思わんじゃん。はい、乗ります。あ？じゃあまたここ入るか。ごめんなさい。まず壊せ、まず壊せ。よし、オッケー。よし、オッケー。嘘だろ、全体として3点でやった。うわ、めっちゃ出す。これ無尽蔵に出すじゃない。それ。ダメよ、それは。痛い。ジレッジのためになればいいか。よし。よし。やったか、全員。まだいる。何のための部屋だ、これ。なんか意味ないと。ここ落ちれるってこと？違う、落ちれもせん。なんだこれ。あ、壁かこれ。穴開いてんのかと思った。じゃあここは、特に意味ないってこと？じゃあ、次は、こっち行きますか。はいはいはい。で？はい。あの部屋はもう罠だね、完全に。よし。何ここ。動けない。ちょっと待って。あれ、降りてる間動けないんだけど。降り切るまで待たんといけんのか。降り切るまで待たんといけんのか、その前に行けってことでーす。よいしょ。はい。ほい。よし。やっぱ勝手に降りるね。待つか。はい。は？え？オッケー。え？なんだこの日？いる？いらんよな。いるのかもしかして。
いやでも無理、え足りん足りん、そんなん。はい、いけねえもんな。よし届いた。バカ、おのれおのれバカ、危ない。でっかいの取れんかったけど、なんだコロコロ聞こえるぞ、よくないって。よし、でもいけるな。うわ、まだある。ひぃ。あ、な。た、ちょっと。よっしゃ、ラッキー。やだー、これはやだ。しかも、水があるってことはそういうことじゃないの。マジ？おい、届いてねー。あっ、ちゃんと真ん中に乗ろう。おい、ふう、ちゃんとここでね。よし、オッケー。まさかここで鍵を取る可能性あるな。今、な、上がりたかったもんな。もう、マジか。宝物。あと。まあでも、普通にここ燃やして。これでいいやね。はい。オッケー。鍵だろ、これ。よしよしよし。真ん中に乗って、えい、あー、そうなのか。いや、2回ミスった。くそ、いや、ちょっと待って、左に切ってんだけど、火事をちゃんと。オッケー、次こそね。はい、熱っ、わお、ふぅー、5回復。ちっちゃいのでも2回復するのがいいよね。はい、知らん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 、お前お前、ひたすらきれい、ひたすら、むしむしむし、オッケー。は、おお、ナイスキャッチ。え、え、え、なにこれ、落ちる場所か、もしかして落ちる場所だ。は、広っ、キモー、なに、かた、はい、うわお、殴れるだけ殴ってるか。あ、なんかむき出しになってる、むき出しくんじゃん。壊せ壊そう、頑張って壊せねえな、背中が。オッケー。これなんだ？何を産み落とそうとしてる？これ虫出す？なんか。卵か、これ。いた！待て。これは、
火竜の書だ。うわー、何にも効果ない。もう顔でいいのか、もう顔でいいみたいだな。あ、復活した。これ水流の書です。水魔の書だこれ。水魔の書守れー。めっちゃ隠せる。すげえ。この時間のなんかバリアがある間は何今日え何どうだったの。これなんだよ、やばそう。爆弾か。いや、なんか虫がいる。怪しい、これ。あ、これ、もしかして顔、ん？あれ、少なくなってきてるのか。そんなこともない。あんま意味ないけど、爆弾投げ続けてみる。たまに当たるだろ。よっしゃ、よっしゃ、よわー、またかな、アムド化した。オッケー、怖そう。めっちゃ崩れたぞ。おい待ってよ、おい、何しようとしてる、何しようとしてる。うわー、早いって。いやー、やばい、逃げすぎ。ゲーム、ちょ待って、逃げないでよ。うい、よし、チェーンするのがいいのかこれ、もしかして。いやー、やばい、まずいまずいまずい。エールポーションしよう。オッケー、こうなったらチェイスロー。痛い、意外と範囲が。ほら、デロッチってなった。痛い、デロッチってなるときなんなん。いや、こい一発じゃん、どの武器でも一発じゃない。はいはいはい。うわあ、やべやべ、まとわりくる。アムド、アムド、アムドしすぎ、アムドしすぎでしょ。開けるわ。ゆっくり壊していこう。熱っ！うお！回復だ！これちっちゃい虫って、うらっす、むずいよこいつ。エルポいるかな。足の速さよりも速いから。やめて。危ない。うわ、危ない。危ない。あれ。あら。よしよし。よし。来んな、こっちに。ゆっくり回復しよう。おお、危ねえ、当たらん。 OK、 え、 OK、 でも壊したよ。ありがてえ。うわあ、
ああ、うー、逃げないで。ああ、ダメだ。もうどんだけすんのこいつ。カース、こだこだ、よっしゃー、しぶてー、やったー。うん、たわいもないわ。バッシュ、やったぜ。ヘルタースケルター、サワジエレエリカだ。エリカ様倒した、イエーイ。きつー。お、袋の洞窟にこんなやつおったの。どこだこれ。む、そうか、その他が解放者か。どうも、解放せし者です。風か、風の賢者。我が名は、ぶ、むずいて。一生ゆえん名前来た。両方なれ、言いづらいわ。7人の修行者の一人として、生と死を司る女王。あ、女王なんだ。憎き、ムルータと共に、紋章を奪われた、あ、奪われた側ね。我がしもべが逆上し、その後襲ってしまったようだ。ああ、もともとは友好的な、花ちゃん的なやつだったんやろな。踏まれたせいで、怒っちゃったみたいな。非礼を詫びよう。さあ、行くがよい、解放者。奪われし紋章を取り戻し、悪魔メルダスを撃つのだ。人が生きるには、それしか道がないのだから。あ、これ紋章取られたんだ。じゃあ、こっちか。やったー！封じの書。封じの書、女王を手に入れた。紋章は取られちゃったけど、何個取られたっけ？ 3 つは取られたんだっけ。ここはさまよる魂が集い、歌い、踊り、眠る場所。人が長くいる場所ではない。そなたを人にふさわしい知恵と送り届けることにしよう。さらばだ解放者よ。ブイーン。あ、右のブロック気になるけど。後々来んのか？あれ？あれれ？アランダラ、いつ戻ってきた？いや、お前がいつ来たんだよ。アンゼスの家だ、ここ。ここ。勝手に入ってくるのではない。それはともかく、メディアも気になることを言っていたんです。夢が悪夢となって人々を苦しめるようになったのは、ロウェインが神ではなく、悪魔に祈りを捧げているからだと。ロウェインって誰だっけ？長老？急いで教会へと行きましょう。あ、だからあいつ教会にいたのか、メディアム。ううぅ。いや、もうなんとか、命からがらよ。見てこのしょうもないアイテムの量。薬草ですら1個よ、もう。きついわ。で、手に入れた封じの書。雷雲を呼び、敵に雷を落とす。いいね。使いやすいかもね。よし、じゃあ。なんとかね、エリカ様も倒せたし、とか難かったな。まだ、食材以外で、食材ってか、なんか灯籠みたいな、あの火ついてるやつ以外で、木々を燃やす手段がないんでね、早く自分でもそういうのが出せるようになりたいなっていうね、感じでありますね。じゃあ次回は教会に行くところから始めていきましょう。それでは終わります。お疲れ様でした。バイバイ。